国光彩乃は日本の政治家、医師、自由民主党所属の衆議院議員、元厚生労働議官、山口県の八代島に生まれる。家は代々続く未完農家であったが、父親が建築系の会社員で転勤族であったため、小学校入学前に島を出る。母親は薬剤師。2003年、長崎大学医学部医学科を卒業。翌年、 国立病院機構東京医療センターに勤務し、2005年に厚生労働省に入る。省内では、介護保険や、眼検診、災害対策、診療報酬などに従事した。この間、渡米し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、公衆衛生大学院に学び、修士課程を修了。その後、東京医科歯科大学大学院で、博士課程を修了した。 自民党の政治塾に入り、元厚生大臣の庭優也の後継者に指名され、2017年1月に厚生労働省を保健局医療課課長補佐を最後に、退職2月に茨城6区から庭優也の後継者として、直送選挙に正式に出馬することを表明した。その後、自民党公認を得て、以後、正式に、 立候補するまで、茨城県土浦市とつくば市の病院に勤務した。2017年の第48回衆議院議員総選挙で自民党公認候補として茨城6区から出馬。同選挙区から希望の党と共産党の候補者も出馬し、新人3人の選挙戦となった。選挙の結果、希望の党と共産党の候補者を破り、初当選した。 2018年6月7日に岸田派に入会した。2019年2月、当選1回ながら予算委員会で質問。厚労省出身の立場から、労働統計不正問題に食い込むとともに、農業用電力の価格高騰阻止に前向きな答弁を引き出した。長田町の働き方改革の一環で、自らの議員事務所もコンサルタントに依頼し働き方改革を行い、 秘者の残業時間の縮減と実績の向上を成し遂げた。新型コロナウイルス対策で医師と感染症対策の経験からメディア出演が多い。現在も地元茨城で医師として診療を続けており、石岡市医師会病院での休日夜間診療などを担当している。2020年6月、コロナ対応にあたる医療者や著名人への 誹謗中傷被害などを受けて発足した自民党のインターネット上の誹謗中傷、人権侵害等の対策プロジェクトチームの事務局長に就任。表現の自由に配慮した被害者救済に向け、緊急的に提言をまとめた。11月には、国光が代表を務めると茨城県第6選挙区支部で2017年に、 政治団体から受けた寄付50万円を政治資金収支報告書に記載していなかったほか、事務所電気代の二重計上と寄付者のご記載5件があったことがなのか分かった。事務担当者は事務ミスだ。としつつも当時の担当者がすでにおらず詳しいことは分からないと説明した。夫、長男、ありがとうございます。